現代からも現代までのような公理積分の求め方を見ていきます。ここで FZ は有理関数であって実軸上に特異点を持たないものとする、ここの部分が大事ですね。実軸上に特異点が持たれている場合にはこのような解法ではうまくいきません。皆さんが複素積分を応用して実積分を求めるというような時に注意してもらうのは、必ずしも実軸上に特異点がない問題ばかりが出るわけではないということです。今からご説明する方法は実軸上に特異点がないという場合に有効です。それではサインとコサインを扱うために E の IMX をかけた関数 F の積分を考えます。これはE の IMX のオイラーの公式からこのように I 倍のサインからコサインというものがかかった割りかけるということを我々すでに知っていますね。この積分を求めれば同時に求まるわけですね。次のことが成り立ちます。FZ について条件2が K 正で成り立っているのであれば、条件2というのは F を上から押さえるというものでしたね。これが成り立っていれば、このガンマという積分領域、先週も出てきました。このような半円ですね。このガンマの部分ですね。このガンマ上で積分したものというのは、R を無限大に極限を取ると0にバニッシュするという定義です。F が基本的に減衰していきますので、その影響で0にバニッシュできるというものです。では証明していきます。E のオメガを記号 x をオメガで表すことがあります。Z というのを REI シータ、半径 R の円周上の点とします。この Z を代入します。そうすると F の REI シータ、エクスポネンシャル、IM がかかって REI シータとなります。で、いつものように dz を計算しますと、dz は rii θ なので、iz dθ ですね。それがここに書かれています。さて、次のことが成り立ちます。imrei θ は、サインとコサインの割りかけます。そこに im がかかって i がいますので、i の2乗でマイナス1。それからコサインの方にはもともと i がありませんので、i が1つかかっています。故に、絶対値を取りますと、ここは、エクスポネンシャルのマイナス mr サインシータと、かけることのエクスポネンシャルの imr コサインシータ。で、絶対値を取ると、この部分が1となりますね。それでこちらだけが残っているわけです。この関係を利用して、丸1の右辺の絶対値の評価を、丸1の右辺の絶対値の評価をすれば、これが丸1の右辺の絶対値ですね。で、非積分関数に絶対値をつけた方が大きくて、ここの部分は E のマイナス MR サインシータで、残り絶対値をつけると R で D シータとなります。条件から F は、RK-1 分の M で上からバウンドされます。ここで R が1つありますからキャンセルして K-1 乗になっています。これを用いています。それから0から2分の π まで半分にしますと2倍になりますね。積分区間を半分にしますと積分値としては2倍になります。これはサイン関数ですから0から π までの積分は0から2分の π までの積分の2倍になりますね。ここで丸2の積分を評価してみましょう。図からわかるように、サインシータは、こちらシータ軸で、π 分の2シータという傾き π 分の2のもので、このような直線を考えます。で、サインシータの方が π 分の2シータより大きいということがわかります。これは角度0から2分の π まで成立します。これを用いますと、丸1と丸2によりまして、このガンマ上の F の EIMZ の積分は、ここは丸1ですね。それから丸2はここですね。ここで π 分の2シータでサインシータが下からバウンドされていることを用いると、符号が異なりますので、マイナスをつけますと、マイナス π 分の2シータとサインシータがこのように置き換わって、上からの評価になります。
ここで積分を通常に行いますと、係数の部分が分母に来ますね。で、0から2分の π までを代入します。で、2分の π を代入すると、マイナス mr から0を代入して1ということで、mr 形状 π 分の2で2はキャンセルして n。この部分は処理が終わりましたので、1-mr。r を無限大に極限を取れば0に収束します。ここで k が正であることを利用しています。不向きだと発散しますね。したがってこの積分の極限というのは0であることがわかります。さて関数 fz について極限括弧5が k ポジティブに対して存在すれば条件2が従うということがわかります。先週は1より大きいとしましたが、これは正で成り立つことですね。注意してもらって、以上のことをまとめると、関数 f は実軸上に特異点を持たないとします。fz について条件2が k ポジティブに対して成り立つ、あるいは極限5が k ポジティブに対して存在していれば、fx の e の imx という積分は 2πi をかけて、複素積分が来ます。複素積分というのは、その中に含まれる極における有数の和で表されるわけです。で、ここで、ガンマというのは、このような上半平面を考えています。上半平面の中に入る極を考えます。上半平面にある極を A1 から AN とすると、その極を持つ流数の和で積分が表現されるというものです。では、このことを使って例題3解いていきましょう。x2+1/x sin mx の積分です。0から無限大が積分区間です。x2+1/x の e の imx を考えると、オイラの公式から x がかかっていて、ここまではかかっていて、で、sinx と sinmx ですね。ここがオイラの公式です。ここで右辺の第1項は奇関数であるということを注意しましょう。関数と偶関数の掛け算で奇関数です。積分をしますと、奇関数ですから、マイナス無限大から無限大積分すれば0に落ちまして、こちらだけが残ります。したがって積分関数は、こちらが奇関数と奇関数の掛け算でこうなっていますから、偶関数なので、残りますね。1というのは0から無限大までの積分ですが、偶関数なので、マイナス無限から無限の半分でいいわけですね。で、sinmx、このところですが、今計算しましたように、これはマイナス無限無限の e の imx で書けるわけですね。ずれているのは i だけなので、これは i 分の1をしておけばいいわけです。で、2が残っていますね。さて、z2+z分の z とすれば、z 倍の fz というのは、ここは z2+1分の z2。極限を取れば1です。したがって fz について極限5が k イコール1に対して存在していますね。ゆえに公式 q が成り立ちます。このことを使うと、で、これ実積分ですが、半平面の中のこの上側は r 無限大にする。で、0にバニッシュするということが、括弧5が存在することからわかります。ということは、複素積分と一致していて、それは流数定理から流数の和で書ける。ここは極です。流数の求め方は、i が1の極ですから、1乗をかけてみます。で、極限を取ります。微分は0回で大丈夫です。と、z 足す i で、z が i に来ますから、i 足す i で、z が i。imi。ということになります。2のマイナス m 乗となって、2πi かける 2i 分の i。これは、i が残って、i。πi と。したがって、丸1によって、i が 2i 分の1の積分ですね。今、積分の値はこのように求められています。2i 分の1というのは、マイナス2分の i のことですね。あって 2i 分の1かける積分量。あとは計算しますと2分の πe マイナス m 乗として求まるということです。ではもう一つ問題を解いてみましょう。